秘宝、阪神タイガース。37年間本塁打王が出ていない。プロ野球の2023年シーズンはセリーグが巨人の岡本和真内野手が41本、パリーグはソフトバンクの近藤健介外野手、楽天の浅村秀人内野手、ロッテのグレゴリー・ポランコ外野手が26本で本塁打王に輝いた。ポランコは球団として1986年以来37年ぶりの本塁打王。これまでロッテと阪神が並んで12球団で最も遠ざかっていたタイトルだが、これで阪神が単独のワーストとなった。阪神には最強助っ人以降ホームランキングは誕生していない。ブラゼルが不運すぎたもんな。ロッテの落合いじりが一つ消されちまったな。金本も新井に消されたしな。大山と里輝くらいしか望みなさそうだよな。甲子園はきついだろうけど、中日も日ハムも出てるし、37年連続出ていないのは正直言ってやばいよ。まあ本塁打打てなくても強いチームは強いし、本塁打王がいないことは大した問題じゃなさそうだよな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。